イギリスの陸上競技選手である。1924年のパリオリンピックの100メートル金メダリストであり、彼の異業は1981年に映画炎のランナーとして描写されたユダヤ系イギリス人。彼の兄シドニー・エブラハムスもオリンピック選手として1912年のストックホルムオリンピックに出場し、総幅跳びで11位の成績を残している。 エイブラハムスは1899年、ロンドン郊外のベッドフォードに、ロシアポーランド系ユダヤ人移民の父親と、ウェールズ系の母親との間に誕生した。父親は金融業で財を成した人物で、家庭は裕福だった。全寮制の寄宿学校を卒業後、1919年に、ケンブリッジ大学のゴンビルキースカレッジに入って法律を学んだ。 若い頃から短距離と幅飛びの選手であり、ケンブリッジ大学に進学後もスポーツを続けていた。エイブラハムスは1920年のアントワープオリンピックで初めてのオリンピックに出場する。しかし、この大会では大した活躍もできずに終わっている。100メートル、200メートルともに準々決勝で敗退し、総幅飛びは20位に終わり、 400メートルリレーでは4位という結果であった。1923年に大学を卒業した後、エイブラハムスはオリンピックでの金メダル獲得を目指して、プロの陸上コーチ、サム・ムサビニの指導を受けた。ムサビニは当時有数のコーチであり、レジー・ウォーカーなどの有名選手を指導した経験があった。エイブラハムスの考えは、アメリカ合衆国などのライバル選手に勝つためにできる。 ことは、すべてやっておきたいというものだったが、アマチュアリズムを強く信奉するケンブリッジ大学の関係者からは批判を受けたという。そして、エイブラハムスは、1924年のパリオリンピックに参加する。その時はメダルに手が届く選手だとは見られていなかった。しかし、100メートルで、前回の金メダリストであるアメリカの選手を含む、優勝候補を破り金メダルを獲得した。 200メートルでは6位に終わったものの、第一走者として参加した400メートルリレーでは、銀メダルを獲得した。エイブラハムスは、翌年に、足の怪我で引退する。その後、法律の道に進み、オリンピックに関する著作も残した。また、BBC ラジオの解説者として活躍した。ABCDEFGHIJKL の川、マサル。海外オリンピアン列伝リーク上。 ハロルド・エブラハムス。東京新聞。P4ABCDEF。今に生きるハロルドとエリックの物語映画。炎のランナーより、オリンピック・パラリンピック・アスリート物語。笹川スポーツ財団。2021年4月19日閲覧。ありがとうございます。